アルファタウリは6月24日に2023年もピエール・ガスリーがチームに残ることを発表しました。ガスリーはすでに2023年までの契約を結んでいたため、今回の発表は契約の更新などを伴うものではありませんでした。ガスリーはレッドブル復帰を希望し、レッドブルのマルコもガスリーの復帰のチャンスを与えるようなコメントをする中でのアルファタウリ存続という報道でした。先にも書きましたが、ガスリーは 2023年までの契約で、ガスリーが契約を解除する総期離脱条項があるのかどうかはわかりませんが、ガスリー自身、2023年以降、あらゆる選択肢を考えているというコメントをしたことから、2023年の遺跡が取り沙たされたように思います。結局存続を決定したのは、今、遺跡するより、来期にレッドブル昇格を狙えるのか、遺跡を行うのかを決断する方がよりメリットが大きいと判断したと思われます。しかしながら、 夢が膨らむ来期のようですが、来期までに、どのような実績を残せるかにかかってきます。2024年シーズンは、それまでに契約を解除されるドライバーの数を考えると、マーケットが大きく動く可能性のあるタイミングですが、ガスリーが自分の希望を満たせるかどうか注目です。